婚活リアルトークラジオサムシングフォー。サムシングフォーとは、花嫁が結婚式で身につけると幸せになれると言われている新しいもの、古いもの、借りたもの、青いもののことです。パーソナリティは村田ひろ子と悦子がお送りします。この番組は東京銀座池袋で展開するバーリブレとコーラでヘルスケアする新習慣を提案するクラフトコーラシロップメロコーラでお送りします。さえちゃん、始まりました。始まりました。ラジオ、ラジオ、いい、ね、初めてのラジオです。ですよね。はい、はい、でもひろこちゃんは初めてじゃないって、まあ、ゲストで出たりとかはありますけど、ね、自分でこう進行しながらやるって大丈夫なんですかね。まあとりあえず初回だから、はい、とりあえずやってみて、やってみて、はい、私もちょっとラジオ向けな人じゃないからどうかなってとこはあるんですけど。どういうことですかそれ。どういうことです画面向き。絵面がいい、絵面がいいってことですか。アクションパッションで生きてるんでどうかな、ラジオ向け大丈夫かなっていうとか。パッションはもうラジオでも発揮していただいて。じゃあ、はい、パッションでやります。はい、はい、なんかちょっとやりすぎたらピーって言ってください。はい、お願いします。で、あの、私たちね、結婚相談所を運営している2人ということで、まあ、この番組ではね、婚活始めたいなとか、結婚相談所ってどんなとこなのかなとかね、あの、婚活市場について、あの、私たちが知ってることをお伝えするような機会に、ね、なればいいなと思って始めた番組ですよね。意外に内容真面目。真面目。ね、そうですね。そうなんです。はい、まあ、とはいえ、あの、私もまだ結婚相談所というものをね、お仕事を、うん、始めて2年ぐらいで、うんうん、えっちゃんはね、まだもうね、ほやほや、あの、ひよこです。生まれたて、生まれたて、今生まれたてなんで、あの、リスナーの皆さんと一緒に、うん、あの、ひろこちゃんちょっと教えてもらいながら、はい、私も勉強しながらやっていこうかなと思ってます。素晴らしい。はい、じゃあ一緒に学んでね、学んで、はい、いきましょう。婚活アドバイザーとしても、あの、成長しつつね、やっていきたいなって思ってるとこです。はい、はい、じゃあまず今日は、うん、私たちについて誰って話ですね。そう、誰っていう、あなた誰って話だと思うので、はい、あの、プロフィール的なね、ご挨拶的な感じで、ね、あの、進めていければなと思います、はい、そんな感じでいきましょう、はい、じゃあひろこちゃんからまずちょっと自己紹介してほしいな、ね、はい、はい、あの、私はですね、結婚相談所を、先ほど言ったようにお仕事として始めて2年なんですけど、うん、まあ、じゃあそれまで何やってるたのかっていうね、うん、ところで言いますと、まあ、専門はカクテルなんですね、うん、ずっと、あの、うん、バーテンダーで、うん、都内のバーで修行して、うん、あの、バー業界に携わってもう20年弱ぐらいになるんですね。あの、まあ、最初はお店に立って、うん、毎晩、うん、お客様にカクテル作ってたんですけど、うん、あの、20年のうちの10年ぐらいはフリーランスという形で、うん、何ですかね、あの、お店手伝いに行ったりですとか、うん、カクテルのレシピを、監修して、うん、まあ、雑誌とかテレビの企画にカクテルのレシピを提案するっていうお仕事を、うん、まあ、今も、うん、あの、やってます、うん、はい。その頃、あの、スタート当時って女性の方って少なかったの？バーテンダーが、うんうん、少ないですね。今なんか結構今は増えてきてるんですけど、うん、私が始めた当時は全然まだ少なかったと思いますね、うん、完全に男性社会というか、うん、そういう時ってこう、はい、受け入れてもらえたの、そのバー業界って。まあ、弾かれることはないですけど、うん、まあ、でも体育会系なね、なんか今その職人と言われるような世界なので、うんうん、体育会系なところはあるので、うん、まあ、縦のね、うん、あの、先輩後輩みたいなのはしっかりしてますし、うん、そうですね、うん、まあ、なんかこう、まあ、男性同士だとなんか裏で蹴られたりとか、うん、あったりとかはあったっていうのは聞きますけど、まあ、私は幸い、まあ、女だからなのか、蹴られたりとかはさすがにいなかったですよね。周りの方にも恵まれて優しかったのかな。そうかもしれないですね、うんうん、まあまあ恵まれてましたね、お店にはね、うん、なるほど、はい。で、昨年、あ、違うな、
一昨年かな、2020年に、うん、もっと前ですね、2020年に、うん、まあ、コロナになったじゃないですか、うんうん、でその頃に、まあ、そのクラフトコーラっていうものがね、あの、うん、流行りだしてきたんですよ、世の中で、うんうん、で、あの、私もともとバーテンダーやってる時に、なんかこう同僚のバーテンダーが二日酔いの時に、うんうん、コーラ飲む人たちがすごい多かったんですね。でなんかそのあまりにも多いから、うん、みんなにそれなんか聞いてるのって聞くと、いや、うん、なんか聞いてる気がするってみんながみんな言うから、二日酔いに、そう、うん、なんで、あの、もしかしたらコーラ二日酔いに聞く何かが入ってるのかもしれないと思い出して、いろいろコーラについて調べてた時があったんですよ、うん、でそのクラフトコーラっていうのが出だして、うん、でコーラって自分で作れるんだっていうことになって、うん、ちょっと作ってみようかなと思って、うん、作ったものを2020年に製品化したのがこの番組の提供でもあるメローコーラというシロップで、すごい、そうなんです、もうコーラがもともとね薬として、うん、誕生してるので、うんうん、まあながちそのバーテンダーのね感覚も間違ってなかったんだな、うん、聞いてたんだ、そう、聞いてたかもしれない。そうそう、まあ、人によるね、そうそう、人によると思うんですけどね。うん、まあ、でも元々そのコーラのね誕生エピソードとしては、お薬が万能薬だったっていうのがあるので、それで、あの、まあ、私はバーテンダー仲間多いですし、バーで働いてるし、うん、まあ、カクテル作る機会も多いので、うん、まあ、せっかくコーラ作るんだったら、うん、カクテルの材料にも使えるようなシロップ、コーラシロップ作りたいなっていうので。うん、あの、こだわって天然素材だけで作ってますし、すごい、それ一人で考えたの？一人で考えたんです、すごいね、はい。ちらっと見たけどマカとか入ってんだよね。そうなんですよ、もともとそういう、なんだろうな、コーラが生まれた当時は肉体疲労とか、うん、そういう滋養強壮効果があったっていうのが文献で残ってるので、なんかそういう効果のある、あの、ハーブとか生薬スパイスを使って、うん、体にいい感じで作ってます。じゃあこれはちょっとね、また後々コーナーがあるから、はい、後でちょっと詳しくお話聞いて、はい、でその後なんでなったの？あ、結婚相談所ですね。その後結婚相談所をやることになったんですけど、うん、まあ、そのコーラ作る時に自分の会社を立ち上げてるんですけど、うん、まあ、なんかずっと飲食業をやってきて、うん、会社作るの不安だったので、うん、まあ、なんか全然飲食とは違う事業をなんか一つ持っておきたいなっていうのがあったんですよね、うんうん、で、まあ、とはいえじゃあ私にできること何なんだって結構モヤモヤしてた時期があったんですけど、うん、その時に、まあ、なんか、ホームページ、自分の、あの、カクテルの自分のホームページあるんですけど、うん、そこから、お問い合わせで、うん、こういう事業ありますよっていうのを教えてもらって、うん、最初すごい大丈夫かしらって思ってたんですけど、うん、まあ、なんかね、そういう事業の説明を担当の方から、うん、聞くにあたって、うん、まあ、そのバーテンダーをやってきた時に、あのお客様同士を仲良くさせるというか、うん、つなぐようなお仕事はずっとしてたし、うん、まあ、カップルもね、バーで誕生することもあるので、うん、恋愛相談とかもよくされるし、うん、なんか今までやってきたことが活かせるお仕事なんじゃないかなっていうので、うんうん、ちょっと始めてみようかなっていうので始めたのが結婚相談所なんですよね。すごいよね、ポロッと来たところからね。そうそうそうなんですよ、すご縁がありまして、ね、はい、うんうんうん、そうだから、まあね、後々あれだけど、私もそのひろこちゃんがお勤めしてたバーに行ったところで、はい、出会ってるんだけど、あ、そう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 、ね、そうなんですよね。そのなんでひろこちゃん結婚相談所始めたのっていうのをこう常連仲間から耳にして、はいはいはい、もうすごい気になっちゃって、うん、気になっちゃってしょうがなくって聞くっていう、ね、ね、うんうん、なかなかね、知り合いで結婚相談所やってますっていう人ね、そうそう、なかなかいない、勤めましたとか聞くけど、ね、うんうんうん、始めました、冷やし中華始めましたみたいな、なんで結婚相談所始めましたみたいな感じだったから、うんうんうん、なんでかなってすごい気になってて、うんうん、そう、だから、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、っていう感じで、すごいそれがね、ちょうど1年、だから1年も
いや半年前ぐらいかな、聞いたの。知ったね。そう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 、もう早速聞きに行かなきゃって思って、ご飯食べにね行きましたもんね。もうトントン拍子まあこれがね結婚と同じなね。そうそうそう、トントン、いいこと言うでしょ。いいこと言う。いや全てはね勢い出会いと勢い ないとね進まないから、まあ、確かにね、うん、っていうことですよ、はい、そうなんですよ、うんうん、まあ、そんな感じで、まあ、なんかそれでねこうやってラジオまで始めさせていただいちゃって、本当、うん、うっかりうっかり始まっちゃって、そう始まっちゃった感じで ね、うん、やそうなんですよ、ね、はい、びっくり、ね、そろそろえっちゃんのプロフィール聞いてもいいですか。私の人生語るとちょっとこの時間じゃ間に合わないから割愛して割愛してお願いします、まあ、結婚相談所ってところに言うと、はい、まあ、もともとはすごい遥か昔で言うと中学校の時に近所のおばちゃんが昔ながらの結婚相談所っていうのをやってて、こうプレート半分錆びてるようなプレートを掲げて、はいはいはい、いつもだ窓開けてやってるのおばちゃんが、でいつもおじさんがなんかおじさんだか分からないいらしてて、いつもは自分に話しててこれは何をやってるんだろうと思って、まあ、中学校の時かな、で、まあ、そういう、ね、ことだって分かって、あこれはいいと思って私は将来結婚相談所におばちゃんになるってその時は思ってたんですよ、その時は思ってたんですよ。で、まあ、余計なおせっかいだったから、はい、昔からだからないないちゃんあの子が好きだって言ってるよみたいなのをよくやってたんですよ。やってた、大好き大好物だったからそれ、ね、余計なおせっかいでまだ言わないで今言った方がいい私が今言ってくるっていうのをちょい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 やってて、い、まあ、いろんなカップル誕生やら、はい、で揉め事起きると確かに言ってあげるみたいなやってそんな人生をこうやっててでも結婚相談所のことはすっかりもう忘れてたんだけど、はいはい、まあそれこそこう次はねいいんじゃないっていうのはやってたんですけど、でそれでなんかまあ時が経って、まあ、サロンオープンしたんですよ。エステサロンを都内の恵比寿でやってるんですけど、はい、まあ、そこから女性のお悩みとか聞いたりとか、うん、まあ、その中でやっぱり恋愛問題が一番多いんですよ。お悩みってやっぱパートナーがいない、うん、パートナー欲しいっていう悩みから、でそんな中私ちょっと昔から占い好きだったので、占いは数秘術だったり、なんだっけ、四柱推命とかもやってるんだけど、はいはい、その中でやっぱりこう相談とか乗ったりとか、うん、まあ、お友達もそうなんだけど、今ちょっとカウンセリングも始めて、そういうちょっとこうなんだろうな、コミュニケーション診断的なのを始めて、その恋愛問題も解決しようみたいなのをやってるんですけど、そこでその時たまたま、あれひろこちゃん結婚相談所始めた、うん、おなんだそれはと思って聞きに行ってご飯食べて、え私もやるやるみたいな感じで始めてついこの間登録して加盟店。それでもタイミング的にすごいです ね、 もうね、人生って本当不思議本当、ね、でも今までやってきた、ね、お仕事にすごいマッチする感じですよね、結婚相談所というお仕事もね。そうなの、だから今まで、ま、悩みは聞いてきても、そのパートナーを探すってところはなかなか、うん、まあ、本当に周りの何々ちゃんと何々君がいればいいんだけど、うん、なかなかもうそう学校組織もないし、うんうん、ね、結構女性との関わり合いが多いんですよ、うんうん、だからそこで男の人を、ま、じゃあなんかそう今でいうこうパーティー、そういう婚活パーティーみたいな企画をとか、はい、たまに言われたりもするんだけど、うんうん、それって結構規模的にね、自分の力じゃなかなかってとこもあったから、ね、うんうん、なのでひろこちゃんそれ私やりたいと思って教えてもらって始めたっていう感じ。すごい、そんな感じですよ。じゃあもう結構なんだろう、予備軍というかお客様になりそうな方、ね、結構いらっしゃるんじゃないですか。もうね、私街を歩いてるとみんな会員さんに見えちゃってしょうがないそれはすごい、逆にすごい。もうなんか私ね、本当人のこと考えるのが好きで、はい、自分のことはダメなんだけど、あこの人こうだったらいいよな、この人こういう人が合うだろうな、この人こうだったら結婚したらいいなとか、それ全員に、そうなの、全員に、そうなの、すごいですね。そうなの、だからね、もう始めてからちょっとご飯食べに行くじゃない外、はいはい、そうするとあこの人にはこういう人合うんじゃないかなとか、こう勝手に絵が出てきちゃうすごい、天性のカウンセラーですね。でもまだ、ね、そんなにスタートしてないんだけど、はいはい、でもちょいちょいもう会うと、あどうって言って、あのパートナーいるのっていうところから、いやいないんですよって、すごい、もうじゃあ入るって言ったら、あちょっとみたいな話は
あっちで。めっちゃいい営業マンですね。だけど自分がまだ追いついてなくて、始めるってね、そんな簡単にね皆さん始められるもんじゃないんですよ、これね。はい、ね、そう、あの私たちがやってる結婚相談所って、うん、まああの株式会社 IBJ っていう、まあ、婚活業界で最大手の老舗の会社があるんですけど、うんうん、沖縄はどうなの、浸透してるのか。浸透してる、してますよ。あ、さすが、さすが IBJ。 あの、まあ、その会社の、まあ、分かりやすく言うとフランチャイズ店みたいな形で登録してるんですよね、うん、そうですね、私たちがね、うん、まあ、なんでその老舗が作ったノウハウとかね、システム、うん、最新のシステム、うん、AI とか、うん、組み込まれてるようなシステムを、うんうん、あの使って婚活サポートしたりねできるので、うんうん、まあ、そういうね、あの相談所のお仕事なんですよね、うん、いや、なんか加盟店になって、あ、こういう感じなんだなって、ね、私もあのこのお仕事始めるまで婚活というものもしたこともなかったし、周りにあんまりしてる方もいらっしゃらなかったので、うんうん、婚活業界というものは全く知らなかったんですけど、へ、まあ、自分がお仕事としてね始めて、うん、こういうシステムなんだとか、いや、すごいね、こういう感じで進んでいくんだみたいなのは、あの学ばせてもらって、すごい勉強になりましたよね、うん、いいよね、うん、あの本当アプリ疲れしてる方がすごい今いっぱいいるって聞いてて、うんうんうん、やっぱこう周りの知り合いからもこう、もう疲れた、もういいや、もうやめるみたいな、結婚したいけどもういいや、うん、みたいな声とか聞くけど、 でも、はい、じゃあ結婚相談所はっていうと、うんうん、結婚相談所っていうところがちょっと敷居が高いとか、うんうん、なんか昔ながらな感覚があるけど、うん、それのいいとこ取りな感じ、 IBJ、いいこと言う、めっちゃいいことしか言わない。そうでしょ、いいとこ取りだよね。いいとこ取りですね、まあ、分かりやすく言うとね、うん、まあ、どういうあのシステムなのかっていうのはおいおいね、今後のラジオでお伝えしていけたらなと思ってるんですけど、うんうん、ね、だからね、このこうラジオのなんだろう、こう始めた、まあ、きっかけっていうのは、まあ、2人がアドバイザーだったっていうのもあるんだけど、うん、その婚活業界をもっとこうオープンに楽しく、そうですね、知ってもらいたいっていうのはありますよね。知ってもらいたい、みんなに、やっぱ悩んでる方も多いと思うから、うん、そのパートナー探しってところがなんかその悩むことじゃなくって、もうハッピーにやってってほしいなって思うので、はい、ね、そこをこううまくこう、そうですね、ね、伝えられたらなって思うので、うん、だからリスナーさんとかもね、いろいろこうコメントとかね、はい、ちょっとこういうのわからないけど教えてとか、そうですね、番組用のメールアドレスも作ったので、うん、あのそれは最後にね、うん、メールアドレスをお伝えしようと思うので、うん、なんかこう質問とかご意見ある方はね、ぜひメール送っていただければなと思います ね、うん、ね、どんどん、うん、どんどんそういうのがあったらね、またそのコーナーっていうかね、まあ、そうですね、トピックとして、次回はとか、ね、取り上げてお話しできればなと思います、うん、ね、はい、そうだよね、どんどんね、いろいろこう変わっていくかもしれない、それによって、そうですね、そうですね、進化、その IBJ 本体もどんどん進化してるので、うんうんうん、まあ、婚活業界ブラッシュアップしていって、うん、より良いあの活動が皆さんねできるようなサービスというか環境にはなっていくと思うので、うん、そういうのもね、お伝えしていければなと思います。 IBJ ってもう言ったから、ちゃんとしないと私怒られちゃう。聞いてるのかな。聞いてもらいたい、そもそも聞いてもらいたい。まあ、じゃあ、ね、見つけていただけることを、ね、願って、はい、そうですね、はい、じゃあそろそろ今日のコーナーいっちゃいましょうか。う、ね、はい、コーナーっていうのをね、毎回やる感じでいきましょう。そうですね、はい、私たちが得意とする、まあ、カクテルだったり占いだったり、うん、ちょこちょこ取り入れていこうと思うので、うん、今日はやってみましょう。私の、はい、今日は何飲むというコーナーで、先ほどね、いた弊社で作ってるクラフトコーラをえっちゃんに飲んでもらおうと思います。はい、今ね、私たちの監督が氷を入ってきてくれた、はい、じゃあ早速ね、ちょっと時間もあれなんでね、はい、作っちゃいますね。はい、お願いします。でシロップと炭酸水は、うん、これね、かわいいんだよね、瓶も。4で割っていただくと美味しく飲んでいただけます。1:4って結構入るよね。まあ、シロップ、まあまあ、どのグラスの、ね、サイズでも1:4だけ守ってもらえば1:4だけね、はい、忘れずにね、そうですね、美味しく作ってもらえると思います、はいはい、いい音聞こえたかな。でちょっとね、シロップドロッとしてるので、うん、少し炭酸を入れて、うん、混ざりやすく、ちょっと最初に炭酸関係なくワシャワシャとちょっと混ぜちゃいますね。はい、まあ、炭酸飛んじゃって大丈夫です。今ね、皆さん、ひろこちゃんが作ってくれてる、私に結構ね、泡立っちゃうんですよ、ね、うん、泡立っちゃうね、すごいこだわって作ってんだもん
ね。そうなんですよ、これね、あのお砂糖一切使ってなくてですね、てんさい糖だけで今ね作ってるんですね。なんで見えないのが残念。なんだろうな、血糖値上がりにくいので、ダイエットしてる方とかしてるにもいいですよね。やった。比較的お砂糖に比べて体に負担が少ない、コーラになってます。甘いとどうしてもあお砂糖いっぱい入ってるのかなって思っちゃうけど、こだわってるからね。そうですね、なんだろう、味もいろいろお砂糖で作ったりとかもしてしたんですけど、すっごい甘ったるく感じちゃうんですよ、お砂糖で作ると、でもなんかもったりした甘みがカクテルとか作るときにちょっと使いづらいなっていうのがあったんで、これてんさい糖だけで作るとすごいすっきりした後味すっきりの甘みなんですよね。はい、じゃあそろそろ出来上がります。これね、今日ちょっとないんですけど、レモンスライス入れてあげるとめちゃくちゃ美味しいですね。あ、そっか、コーラだからストローで飲んでいいんだ。はい、今ね、ストロー入れてくれました、ひろこちゃんが。じゃあちょっと飲んじゃいます。はい、トイレいただきます。あ、美味しい。さっぱりしてる。そう、さっぱり、だからなんかすっきりした甘みですよね、甘いのは甘いんですけど、甘いんだけどちょっと漢方っぽいね、普通の。そうですね、コーラのイメージと違う。コカ・コーラが誕生した当時って、漢方のお医者さんが薬としてコーラ作ったんですね、まあ、そういうなんかこう薬効成分のあるスパイスとかを煮詰めて、シロップにして作ったのがコカ・コーラの始まりなので、なんかその当時の薬効とか作り方とか原料を参考に作ったシロップなので、まあ、このコーラでヘルスケアができる、なんかちょっと、ね、だるいなっていう時とか飲んでもらうとシャキッとする。美味しい漢方が入ってるドリンクって感じ、まあ、でもちゃんとコーラの、ね、味もしますよね。するする、もう全然コーラ全然コーラ漢方よりではない、なんかこう、一応コーラなので、コーラの中で漢方よりちょっとよくわかんない、そう、なんかよく陽明酒っぽいですねっていうのは言っていただいたりとかしますね。だからなんか陽明酒もの飲んだ時にカーって皮 あったかくなるのと一緒で、これも飲んだ時にカーってあったかくなる感じがする。あ、それすっごいよく言ってもらう。なんか飲んだ瞬間にぶわーってあったかくなる感じするっていうのをよくね、お客様に言ってもらうんですね。これ当たり、この感覚当たり、当たり当たり当たり、よかったよかった。あとなんかね、漢方の専門、まあ、専門の薬剤師さんも飲んでもらってるんですけど、根湯より効くんじゃないかっていう感想をね、まあ、その方はですけど、言ってましたね。本当、え、これアルコール入ってんのってちょっと思っちゃうぐらいこう顔が温かくなる。そういうなんかこう、なんだろうな、ノンアルコール、なんかこうバーとか行ってでも、今日はちょっとアルコール飲めないんだよなっていう人が飲んでも満足できるような味わいにしてるので、何でも合いそう。本当、今言ったけど、例えばそのレモン絞ったりとか、いろんなカクテルにできる感じ。そうですね、簡単なところで言ったらハイボールにちょっと入れてもらうとめちゃくちゃ美味しいと思いますし、バーとかで飲むんであれば、モヒートってミントのカクテルあるんですけど、あれにちょっと入れてもコーラモヒートみたいな感じで、コーラ風味のモヒートになるので、夏すごいおすすめですね。これ絶対家に1本あったらいいよね。いいですね。みんなの飲めるよね、家族でも ね。 そうですね。これ詳細は番組のホームページにも載ってるので、じゃあ気になる方は気になる、はい、私も気になる、ぜひクリックしていただいてじゃあ私も早速そうそう、なんかね、なんかレシピもいろいろホームページに載ってるので、なんかこうアレンジしたい方は、その辺をちょっと参考にあ、なるほど、載ってるのね、はい、じゃあそれ見てね、なんか今日はこういう感じで飲んでみようとか楽しめるしね。そうですね、お家でもいろんな飲み方してもらうと嬉しいですね、じゃああれだね、婚活中の2人のデートでもね、ぜひ。いいじゃない、はい、結構ね、都内だとバーで扱ってもらったりとかもしてるので、あ、番組のあるんです、リブレさんにも、リブレさんにも置いてあるんです。さすがリブレさんさすがだな、さすがです、ね、なんかね、ちょっと癒着の香りしますけど
まあまあ若干の変わりはさせて。そうですね。はい、でもね、じゃあいろんなカクテルで出てるのかなお店に。そうですね、バーとかだとまあ皆さんね、あの混ぜるプロなので、うん、いろんなアレンジ、まあ、このまま飲みたいというお客様もいらっしゃるみたいなので、まあ、コーラで飲んでもらうこともあるみたいですけど、うんうん、まあ、いろんなカクテルにアレンジしていただいてますね。わ、はいはい、かりました。じゃあそろそろ。そうなんで早いですね。あっという間。早いですね、うん、閉めないと。閉めないとですね、はい、お願いします。ちゃん、もうね、もう終わっちゃうからあれだけど、もう楽しかった。早く2回目放送したい。なるほど。じゃあ収録頑張りましょう。頑張りましょう、はいはい、最後にですね、あの、はい、メールアドレスをねお伝えしたいと思います、はい、番組のご意見は、メールアドレス somethingfor04@gmail.com までお願いします。はい、サムシングフォーは英語で、04は数字、はい、@gmail.com でお願いします。はい、はいはい、この番組は、バーリブレと、メローコーラの提供でお送りしました。はい、はい、それではえっちゃん、また来週も頑張って、はいはい、頑張っていきましょう。じゃあ1週間ね、明日から始まりだから、そうですね、また1週間経ってまたお会いしたい。お会いはできない、まあ、ラジオの中でお会いしたい、はい、楽しかったですね、はい、また2回目も聞いてほしいですね。そうですね、頑張って続けたいと思います、はい、皆さんじゃあおやすみなさい。おやすみなさい、バイバイ。